ヘラルト・トローストヘラルト・トローストは、オランダの医師、鉱物学者、地質学者である。1810年代からアメリカ合衆国で働いた。現在の北ブラバント州のスヘルトヘインボスに生まれた。ライデン大学で医学を学んだ後、アムステルダム大学で薬学を学んだ。オランダで6年間医師として働いた後、ホラント王国国王。 ルイ・ボナパルトの軍に招集されて軍医として働いた。1807年にパリ国立高等工業学校に派遣されて鉱物学を学んだ後、ルイ・ボナパルトの鉱物のコレクションの管理を任された。パリではヨーロッパ各地に調査旅行を行い、当時の有名な博物学者たちと交流した。1808年にアレクサンダー・フォン・フンボルトの自然の諸僧のオランダ語訳を行った。 1810年にルイ・ボナパルトが大位を追われると、トローストはアメリカ合衆国に渡り、ウィリアム・マクルールらとフィラデルフィア自然科学アカデミーの創立者の一人となり、初代の会長となった。鉱物学や薬学を教え、フィラデルフィア地域の地質を調査した。1825年から社会改革家のロバート・オーエンとウィリアム・マクルールが企画した。 共産主義的共同体が作られたインディアナ州ニューハーモニーに移住し、フランス出身の動物学者、シャルル・アレクサンドル・ルスウールと合衆国西部国境地域の鉱物資源探査などを行ったが、応援とマクルールの社会実験は長く続くことなく失敗した。トローストも1827年にはテネシー州のナッシュビルに移り、ナッシュビルの大学で質学。 鉱物学を研究し、テネシー州で最初の地質調査を行った。多くの極秘動物の化石を発見収集し、多くの論文を執筆したが1950年に、これらが流行し、ナッシュビルで没し、多くの研究成果が未発表となった。爬虫類学の分野で、ワニガメやヌママムシの亜種、アキストロドンピッシブラスルカストマの記載者であり、カメの種、 トレイキーミーズスクリプタトゥルスティニトローストの名前が付けられている。ありがとうございます。